2023年10月7日本日より女子高生ミスコングランプリ発表に向けての強化合宿がスタート。日本各地よりファイナリストが東京に集まります。最初に東京に到着したのは高校1年生のマミ。めっちゃ緊張してます。昨日まではすごく楽しみだったんですけど、なんかいざ今からってなったらなんかドキドキしてます。もうめっちゃ緊張してて、もう夜寝れなかったです。みんながどのぐらいダンスとか覚えてきてるかがちょっと気になって、ギリギリまで昨日夜中12時ぐらいまでずっとダンス練習しました。めっちゃ楽しみですけど緊張が怖いです。心配なことが、自分が人見知りだからなんか自分から話しかけにいけなそうで不安で心配。ウォーキングレッスンかボーカルレッスンは初めてなので、すごく緊張してるんですけど、楽しみっていう気持ちが大きいです。喋ったことない子がほとんどなので、友達作れるかなっていう不安はあります。これからの1ヶ月間の練習を発揮できるように、日々の練習とかは頑張りたいなって思ってます。グランプリ取りたいです。高1ミスコンが準グランプリで終わってしまって、ちょっと悔しかったので、次こそはグランプリを取るつもりでいます。グランプリを取る気で参加したので、絶対グランプリを取るように頑張ります。それぞれの思いを抱えて強化合宿のスタートです。すでにレッスン場に到着したファイナリストはダンスの振りを一緒に確認しながら少しずつ距離を縮めていきます。でも本当に楽しみで、もう昨日の夜もめっちゃ早く寝ちゃいました。早く明日にならないかなと思って。そう。なんか緊張してるんですけど、練習したことを自分なりに全部頑張って出せたらいいなって思ってます。最後に高校1年生のあやが到着して全員集合。改めてファイナリスト同士自己紹介です。北海道から来ました高校1年生の北海道東北エリア代表のリオです。ファイナリストになったからには絶対グランプリ取りたいので頑張ります。ずっとミスコンのためにいろんなことに頑張ってきたので、絶対グランプリ取ります。よろしくお願いします。仲良くしてください。今年のファイナリストは高校1年生が5人。マミは今年の高1ミスコンで準グランプリを受賞。よろしくお願いします。ココロとアヤは JC ミスコンでセミファイナリスト、今年の高1ミスコンではファイナリストに選ばれるなど、さらなる高みを目指して参加しています。ファイナリストになれたからには絶対グランプリとって、最後まで自信持って終わりたいと思います。そして仲良くしてください。よろしくお願いします。お願いします。高校2年生はノナ、リンタン、ココナ、ミサキの4人。とてもめちゃくちゃ緊張してるんですけど、もうここまで来たからには絶対にグランプリ取ってみんなとも仲良くしたいなと思うので、この2ヶ月間よろしくお願いします。お願いします。最年長の3年生はアンナ、ユラ、アイルの3人です。おはようございます。そして初レッスンがスタート。まずはウォーキングから。よろしくお願いします。最初に、本番までの約束事というか、みんなで決めてほしくて目指すところ、
今年もまずはファイナリストとしてグランプリ発表までの目標をみんなで話し合って決めます。多分みんな夢があってきてるから、じゃあもうこれは予算で話し合った結果、ファイナリストたちは全ての項目を一番難易度の高い目標値に設定しました。それはすなわち過去のミスコンを超える日本一を目指すということ。まず本番まで頑張れるメンタルを作るための目標設定ですね。今年はもう言葉として日本一の女子高生になるっていうのをもう本人たちに決めさせたので、もう目指すところが高いっていう時点で今年は結構厳しめに、やっていけたらなと思います。だからみんなはへこんでいいわけがない、あと成長が伸び悩んでいいわけがない、ここに出れなかった同級生たちがいっぱいいるということ。だからその子たちをある意味蹴落としてここに来たわけだから、その子たちが あの子にはやっぱり負けてたな思うぐらいみんながここから成長することで、残りここに来れなかった子たちがやっぱり私はそこまで頑張ろうって言ってみんなを目標にするってことは、みんなは頑張れば頑張るほど応援者が増えるっていうことになるので、ちょっとねこれ大変だけど頑張っていきましょう。新たに始まるステージのスタートを再確認したファイナリストたち、それぞれの夢、それぞれの思い、必死で掴んだスタートラインで彼女たちは何を思うのでしょうか。なんか自分がいることがなんか信じられないというか、なんか本当に去年の悔しい思いがずっと頭の中に残ってるのと、一緒に頑張ってきた仲間もいて、頑張ってきたところとかみんなも配信とか頑張ってるところを見てたから、自分がなってみんなの責任とかそういうことをいろいろ考えちゃったりしたら、本当にみんなの分まで頑張んないとっていう思いが強くて、そう結構毎日泣きそうになってて。負けた辛さを知っているからこそ感じるファイナリストとしての重圧と責任。もう泣いてる場合じゃないので本当に頑張ります。あそこで最初にこんなにたくさんの方々が関わってくださって、こんなに本気でやってくださってるんだと思って、だから自分も本当に本気でやらないといけないっていうのをすごい知らされて、わーって涙で出てきちゃって不安を抱えたまま来て、まだ本当は本人は自信がないけど、でもやっぱり頑張んなきゃっていう涙なのかなと。もうここでとにかくやっぱり自信を持つこと、もう誰かが出れなかったステージに自分が出るっていう権利を持てたことに自信を持って、とにかく今から、がむしゃらにスキルアップをするっていうことが一番本番に向けて必要なことかなと思います。左足して、そしてもう一度離したらね、で最後閉じて、そのまま立ち上がりながら最後。ウォーキングレッスンでは他に家や学校でできる綺麗な姿勢を保つためのトレーニングや歩き方の基本を教わりました。これからは週末の合宿はもちろん、勉強や部活の合間を縫って行われる自主練習など、平日の過ごし方が成長のスピードに関わってきます。日々の努力の積み重ねが自信を持って歩く鍵になると先生は言います。楽しかったです。なんか初めてだったのですごく緊張したんですけど、すごく楽しかったです。かっこよく自信持って歩けるように頑張ります。今まで使ったことない筋肉というか、その骨を意識して歩いたことがなかったのでちょっとびっくりしました。もうこれから毎日先生に教えてもらったことを家でやろうと思います。ウォーキングが脚がやばすぎてなんかうまくできなかったので、ちゃんと家でいっぱいウォーキングの練習しようと思います。なんか未経験だから結構みんなが結構経験者いて、なんか結構プレッシャーなんですけど、プレッシャーに負けずちょっと頑張ってセンター目指すように、目指せるように頑張っていきます。今年もダンスレッスンでは
まず合宿前に渡されていた振り付けをきちんと練習してきたか先生がチェックします。じゃあ行きます。お願いします。お願いします。多少のばらつきはあるものの、踊れずに止まってしまうファイナリストはいません。ダンスの経験の有無にかかわらず、1週間前に渡された振り付けを自主練習できちんと覚えてきた様子のファイナリストたち。果たして先生の目にはどう映っているのか。覚えてたのですごくよく覚えたなって思って感動しました。偉いなって思って、不安そうな表情で来るんだろうなって結構予想したんですけども、みんな結構めっちゃ笑顔でもう本番みたいな感じでできる子がいっぱいいたので、まあ、今年度そういうところ本番に強い子が多いのかなと思っている印象です。で結構ダンスパートとかも入ってるので、その辺難しいかと思うんですけども、結構みんなセンター狙って頑張りますっていうことを言ってくれてるので、結構気合が入ってる子多くて楽しみです。リアちゃんすごい上手だなって思って、見せ方がすごい上手なのと、あとめっちゃ楽しんでやってるので、結構いろんな周りにもいい影響を与えてる子かなと思いますので、結構いろいろリアちゃん引っ張ってもらっていろんな子と一緒に練習したりしてほしいなって思ってるところです。結構もう上の段階に行ってるので、見せ場がちゃんと作れていけばすごくもういい子だなと思って、上手だなと思ってます。先生の高評価を得てスタートした2023ファイナリストのダンス。今年用に曲もダンスもアレンジされて歴代最高に輝くファイナリストを目指す彼女たちの進化にご期待ください。アドバイス、なんかもっとビシッてみたいなのもらったので、次はそこを意識して頑張ろうと思います。まあ、前年度よりも難しいですけども、この子たちならいけるんじゃないかなと思って、ちょっと前年度超えていきたいなと思っております。はい。レッスンの合間には移動もあります。重い荷物を運びながら次のレッスン場へと向かいます。イエーイ、初日福岡です。どっちも福岡。東京どうですか？あ、東京どうですか？なんか人が多すぎて怖いです。マジ怖い。え、全然いませんよ。うん、ね、うん、全然いないです。本当におらん。うん、なんかこんなんおるのがもうびっくり。うん、もう都会すぎてちょっと人多すぎてちょっとしんどいです。で、やっぱりキャリーケース外れちゃって、見てください。もう最悪。しかも2泊3日やから。待って、両方壊れたらどうしようって感じ。撮ってますか？撮ってます？ハイテンション、ポポポーポポポー。え、めっちゃ楽しかったですよ。え、でもこれから演技なんですよ。演技はもう本当に初めてもうウォーキングとダンスはもうなんかウォーキングってダンスやってたらなんかちょっと上手いじゃないですか。そうなんですよ。だからもう歌と演技が心配です。頑張るぞ。演技はやってみたいって思ってたから楽しみです。やったことはないです。でもなんかあれ、
劇とかやるの好きだったから昔。楽しみ。頑張ります。演技レッスンでは初回から早速台本が配られ、さらに重大発表がありました。多分聞いてないと思うんですけど、今お渡しした台本って5役あるんですよ。だから5人で1チームになるんです。それで3チームできるってことですよ。で、本番で演技披露できるのは3チーム中の1チームだけです。わー。演技披露では選抜された5人のみが舞台に立てることが発表されました。ということで、スケジュールはどういうふうになっていくかというと、早速その3チームのメンバーを明日の演技レッスンの終了とかさっき言ったに発表します。私のこと知ってる？あ、うん、隣のクラスの。この日の演技レッスンは先生がチーム分けの参考にするために台本読みが行われました。夏子は陸上部だし、クラスのリレーもたくさん練習して絶対勝つって意気込んでた。あんな子でしょ、地味だしパッとしないし弱々しいし、まるで花がないじゃない。あんな子でリノに挑もうなんてバカにしてんの。喧嘩売ってんの。ハートがマミさんはもう最初からすごく思い切っていたし、なんていうのかな、ちゃんとその今日渡された台本に対しても自分のその意思とか、想像力みたいなものを働かせてくれてるなというふうに思ったので、ああいう子にこう周りの人たちが、引っ張られて影響されていければ面白い集団になっていくんじゃないかなというふうに思います。私、あのいちゃんをモデルに選んだ理由ちゃんと伝えられてなかったね。クラス対抗リレーでね、リレーのメンバーの一人が夏子で、その夏子が走ってる途中で転んじゃったんだよね。リアさんもとても、個性が分かりやすくていいなという感じでした、ね、けど実はシャイなんじゃないかなとかも思ったりしつつっていう感じですかね。そんな自信ないよ、少しの間。少しの間。先生が最初に伝えたことは台本にとらわれずとにかく楽しむこと、そしてその楽しさを発見すること。果たしてどのファイナリストが本番当日演技披露で舞台に立てるのか。自分の作品を見てもらうチャンスなの。なのになんであんな印象残らない子選ぶなんて神経疑う。なんか最初すごい緊張したんですけど、なんかやっていくうちになんかいろんなみんなの表情とか見れて、なんかすごいなって思ったところを真似したり、なんか自分だったらこうかなって思いながら考えているのがどんどん楽しくなって、なんか演技すごい楽しいなって思いました。でもショーは外見が全てなの。ねえ、あんたも将来デザイナーになりたいんでしょ。もう楽しかったね。めっちゃ演技やりたかったんで、めっちゃ楽しかったです。いや緊張したけど、すごいね、もう自分が見てって感じで楽しめました。1日のレッスンを終え、つかの間の自由時間を過ごすファイナリストたち、同じ合宿を過ごす仲間、すでに距離は縮まっている様子です。青春です。すごいめっちゃ近く。リアも撮ってみたい。えっ、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 アイルさん、はい、こんにちは。今日はどんな一日でしたか？すごく最初はみんなと緊張して喋れなかったんですけど、こうやってみんながフレンドリーでいてくれてとても感謝しています。楽しかったです。じゃあ演技するか。イエイイエイ。今日はどんな一日でしたか？初めは緊張したけど、なんかいい感じにみんなと仲良くなれてハッピーです。ハッピー、イエイ。今日はどんな一日でしたか？はい、今日はなんかいろんなレッスンやったことないこととかでたくさん学ぶことができたのと、やっとみんなに会えたからすごく楽しくて楽しかった。使わないでください。じゃあリンちゃんにしよう。じゃあリンちゃん、リアの第一印象教えてください。
でも違う、写真見た時はなんか身長高いと思ってたんででもちっちゃくて可愛かった。そんなりんちゃんが一番可愛いんだよ。はい、はい、じゃあののちゃんいきます。はい、いきます。もう TikTok で見たときはめっちゃ身長高いと思ってた、本当に身長高いと思ってて、でも小柄でちっちゃくて可愛いな。で喋ったら面白いから最高。リアは顔タイプ、顔タイプ、タイプ。バイバーイ。ユキューやばい、ちっちゃい方がリアの体勢すごいから、これマジでマジ体張ってる。レッスン以外で仲間と騒ぐときはファイナリストも普通の女子高生に戻ります。そんな彼女たちに重大なイベントが。じゃあ今から部屋割りを決めます。今週末の宿泊所は8人部屋と4人部屋に分かれるため、あみだくじで半分け開始。よいしょ。いや、どっちでもいいけど枕投げしたいです。したいね。したい、したい、したい。ドッキン、ピンナー、ピン。緊張、緊張、ピン。この後ちょっとだけ、SNS 撮影をしてからご飯食べに行くんだけど、ご飯がどこかっていうのと、お寿司食べに今日は親睦会の意味も込めて晩ご飯は豪華にお寿司。疲れも吹き飛びます。え、寿司何枚ってこれ、寿司何枚。こうしてファイナリストたちの初日は終了しました。もうなんか一日ちょっと疲れるかなと思ったんですよ、初日やし。だけどもうなんか疲れとかよりみんな仲良くしてくれて楽しさで、もう疲れほぼないって感じです。明日も頑張ります。あんたが葵の何が分かるの？あんたに葵の何が分かるの？で、何も知らないわよ。あ、そうだそうだそうだよね。台本覚えなきゃいけないから、ほんまにそう、台本台本覚えて覚えます。おやすみなさい。すごい、やばい、待って、やばいね。誰がどこで寝るんですか？なんか秘密基地みたいです。すごい。え、おもろ。やば。すごい。やば。これじゃんけんじゃん。じゃんけんしようね。ね。
えぇ、ー、すごい。すごい。すごい。落ち着けるか。口なに？ん？口なに？開けてもいいのかな？開けてみよう。開けていいの？開いてない。開いてない。え、完璧ですよ。なんかすごい。すごい。初めてかもしれない。なんか、ホテルって感じしなくない？うん、なんか、秘密基地みたいでさ、ね、いいね、うん、え、上がいいと上がいい、上がいい、あ、どうぞ、私下、いや、上がいい、あれまあ、じゃあ上にしてみよう、だろう、どうしよう今する今する最初はグッジャンケンポイはいじゃあ下下下や下やじゃあ上、はい、最初グッジャンケンポイここです、ここです、リアじゃあこっちでじゃあ、ここでじゃあ、これここであわわわわねえ、待って、ここはさ、ゾンビ入ってきたら一番にやる、大丈夫大丈夫大丈夫か、危険、よかった、リンタン食べられちゃう、食べられるよね、ここダメだよね、リンタンで休みよくよ、おやすみなさい、明日も頑張ります。おはようございます、おはようございます、3時間やばいよね、3時間しか寝てません、全然寝てない、夜も遅かったし、台本練習してた台本見て気づいたらこんなになって見て、うん、で見たら3時でした、よーい、はい、悪くないじゃん、今日は演技披露チーム分けの最終チェック、一人ずつ台本を見ずにセリフを言ってみることに、プロで活躍している OB の方も見に来るの、自分の作品を見てもらえるチャンスなの、あんな子よ、地味だしパッとしないし弱々しいし、まるで花がないじゃない、あんな子でリノに挑もうなんてバカにしてるの、なんでモデルをあんな子にしたん、あんな子じゃないよ、あんな子よ、パッとせんし弱々しいし全然花ないや、それでリノに挑むとかマジでふざけとるとバカにしてんの、何喧嘩売ってんの、あんたが葵の何を知ってるわけ、何にも知らないわよ、でもね、ショーは外見が全てなの、バランスよくチーム分けを行うために先生の視線にも力が入ります、外見のショーとはいえプロで活躍する OB が見に来るのよ、してるから、あとは組み合わせだけでしょ、葵さんも授業前に行け、すいません、ありがとうございました、それでは、一つ目のチーム、葵役のなさん、夏子役リアさん、つむぎ役まみさん、水木役ゆらさん、リノ役リンタンさんです。2つ目のチーム発表します、葵役美咲さん、夏子役アイルさん、つむぎ役あやさん、水木役アンナさん、リノ役ココナさん、3つ目のチーム発表します、葵役ココロさん、リノ役がエミリーさんです、で、夏子役マミさんで、このチームに敗者復活の、マミさん2回ありましたよ、マミさんは2役やっていただきます、いや間違いかなって思いましたやっぱりステージに出る時間は多くありたいし、最初は驚いたんですけど、やっぱり正直嬉しかったし、もう本当に人よりも何倍も何十倍も頑張ろうと思います。なんか一組しかちゃんと最後に最終的には披露されないってコツなので、絶対私のチームが演技勝ち取ります、頑張ります、でもその人の
その人なりの魅力があるので、それを生かしつつ全員でサポートし合って、その人に合った演技を全員でしていこうと思います。で、どれだけ一人で頑張っても、どれだけ一人が良かったとしても、チームが良くならないと発表できないということですよね。はい、演技レッスンでは個人のレベルアップだけでなく、チーム力が試されます。果たしてどのチームが結束力を高めて舞台に立つことができるのか。本番で演技披露に出れるのはこの中の一チームだけです。まだまだ初回合宿は続きますが、ここで一足先にファイナリストたちに2週間遅れて参加する敗者復活の2人を紹介します。1人目は敗者復活枠、千葉県出身の高校2年生のアミ。5日間遅れてるから、ついていけるか、その取り戻せるか不安なんですけど、精一杯頑張って、人一倍頑張って、ちゃんとみんなについていってできるように頑張りたいと思います。2人目は東京都出身の高校1年生ゆいか。いや、もうめっちゃドキドキで、 YouTube 見たりして本当にあれに混ざるんだなっていうのが楽しみだし、ドキドキします。ゆいか、めっちゃ飲んでやっちゃった。ね、めっちゃ久しぶり、久しぶりだよ。ね、よかったです、合宿めっちゃ楽しみじゃない？めっちゃ楽しみ、めっちゃ緊張する。めっちゃレッスンとかで、いよいよファイナリスト全員集合。次回は初回ボーカルレッスンからメインボーカル決定までお見せします。その他先輩ファイナリストも登場、ご期待ください。